点差まで詰めた渋谷です。マカドゥもここ強引にサイドいきますが、今度は島根が守ります。新田選手のブロックショットですね。そして一気にいった。そしてバスケットカウント。いやいいですね。ついていったことで、はい、そうですね、いい速攻が生まれましたね。見事なバスケットカウント。点差はわずかに2点です。スティール仕掛けますが、これは島根ボールです。キープしている。そしてミドルショットが決まっている。いいハンドオフと見せかけてトラビス自らショットに持ち込みました。これを決めます。このポジングでなんとか決めていきましたね。スチール仕掛けますが抜けたトラビス、ここもトラビスが叩き込みます。ここは前がかりになった渋谷のディフェンスの裏をうまく取れましたね。はい、ここは渋谷ゾーンですね。はい、もう2、3のゾーン、インサイド、これはなんとか入りました。決めましたね。石井から今度はジャクソンにつないで、さあ島根ボールです。これはファール、バスケットカウント。素晴らしい動きですね。このスピード、このパワーです。ここはもう森澤選手もファール覚悟で、はい、一気に得点差詰めましたね。はい、わずか1点差です。ここも島根はトラビスでいきます。いやー、うまいですね、フローターショット、はい、反対側大きくつなぎました。ここもいいアシスト。いやー、いいですね。カウント。これは島根盛り上がりますね。少し変形させたんですが、うまく対応されてしまいましたね。ギャップをつかれてアシスト、はい、そうですね。その後小坂選手の何を選択してくるか。田川が自ら行きました。ドライブインですが、オフェンスリバウンドでバスケットカウント。トラビス選手の強さ出ましたね。その前の北川選手のアタックの選択も非常に良かったと思いますね、はい、オフェンスリバウンド。さあ、このまた強靭なインサイド陣が、そしてこのスピード、島根一気に来た。阿部につながって、これもカバーしたトラビスです。オフェンスですね。8点差になりました。木村も今シーズンは特別指定としての期間、今日でまあ終了ということになりますが、最後の試合、素晴らしいプレー。ただそこに対してのお返し、リプレーです。ここはあの島根のオフェンス、この手前ですね。そしてトラビスは外のショットを選択で、これを沈めてきた。大きいですね、今のはビュフォード選手が。阿部がここはドライブイン自ら、こぼれ球を拾ったトラビス。トラビス選手いいですね。